オーストラリアはオーストラリア海軍が保有した従順洋艦。イギリス海軍の1924年度海軍整備計画の一艦として発注されたケント級2隻のうちの1隻。オーストラリアを含むケント級は艦隊戦闘よりも古間での県外任務を主念頭に置いて設計されたために条約に定められた排水量内で必要最小限の武装と低い。 防御能力と引き換えにして、高いしのげ波性、航続距離、居住性を実現していた。環境から撮影された、艦守側2機の手法と、限度枠いっぱいの基準排水量9700トン台の、船体は還元の高い平ら甲板型船体とし、艦守側面形状は、量波性能を高めるために2段の強いフレアが付けられていた。 監視看板上には2 0 3トル方を連装砲塔に収めて背負い式配置で2機、2番手砲塔の基部から上部構造物は始まり、その上に箱を積み重ねたような形状の操舵環境の背後には後方に傾斜した短脚式の全部マストが立つ。船体中央部には等間隔に並んだ3本煙突が立つが2番煙突のみ太かった。煙突の周囲は、 関西艇置き場となっており、原則に設けられた2本1組のボートダビットが、片原に3組ずつ、計6組で運用された。3番煙突の後方に、露天の後部見張り所と短脚式の後部マストが立ち、3番手法等の基部で、上部構造物は終了し、看板1段分下がって、後部看板上に4番手法等が配置された。 船体原則部には復元性と水雷防御として広範囲にバルジが装着されていた。1937年のオーストラリア。ウォーラス水蒸気を乗せたカタパルトがわかる。1946年に取られた損傷復旧後のオーストラリア。1953年に取られた練習艦時代のオーストラリア。三番手法等が撤去されている。 収益後の1935年より、カタパルトが設置され、放火オスプレイ水蒸気1機が搭載された。1935年から1939年に、かけて防御強化のために改装が行われ、水線部に 114mm 走行が貼られた。カタパルトは新型に変えられ、水蒸気のウォーラス水蒸気となった。他に、 対空火器としてビッカース 4cm ポンポン砲を単装砲がで4機搭載し 4.7cm 速射砲すべてが撤去された。1940年12月に環境に286型レーダーが設置された。この際に 10.2cm 広角砲を単装4機から連装4機に換装され、53.3cm4 連装魚雷発射管すべてが撤去された。 1942年10月に 4cm ポンポン砲のうち4連装砲が1機を撤去して8、連装砲がとし、煙突の脇に片元1機ずつ、計2機が搭載された。レーダーを286型から273型と281型レーダーに更新する際に1943年に 4cm、単装ポンポン砲4機と 12.7mm4。 連装機銃2機を撤去し、近接火器として、エリコン2トル機関砲を単装砲がで7機に更新した。1944年に航空施設を撤去し、エリコン2トル単装機銃7機と2メートル連装機銃7機を追加して、対空火器を強化した。また、戦況の激化に伴い、レーダーを284型と285型に、 更新した際に二十点三センチメートル手法と一機を撤去して四センチメートル八連装ポンポン砲二機に加えて母四センチメートル機関砲を四連装砲がで二機、四センチメートル連装砲がで二機、単装砲がで二機を追加した。日本海軍の特攻機の被害を受け一番煙突が倒壊したオーストラリア。オーストラリアは九百二十五年八月二十六日に スコットランド、グラスゴーのジョン・ブラウン社で寄港され、1927年3月17日に、浸水し1928年4月24日に、収益した。1938年から1939年に、かけて近代化改装を実施され、対空火器と防御力の強化が行われた。オーストラリアは、第二次世界大戦に参加した。1940年9月、 ダカール攻撃に参加して、フランスのルファンタスク級駆逐艦ローダ州を撃破したが、オーストラリアも沿岸砲台からの砲撃で中破した。オーストラリアは修理後、1941年の間は、戦団護衛や大西洋、インド洋の紹介を行っていた。しかし、日本軍によるポートモレス B 侵攻が迫ると、アメリカ軍は産後海に、 空母ヨークタウンを中心とする第17任務部隊や空母レキシントンを中心とする第11任務部隊を派遣し、第44任務部隊のオーストラリアと、軽巡洋艦ホバートも5月1日にシドニーから出撃した。5月5日、オーストラリアとホバートはヨークタウンやレキシントンと合流した。これらの部隊は5月6日には第17任務部隊に統合された。 5月7日、第17任務部隊と日本軍との間で35回海戦が始まった。午前6時25分、フレッチャー少将は、オーストラリアと従順洋艦シカゴ、軽巡洋艦ホバートと駆逐艦、パーキンス、ウォーケ、ファラガットを分離し、ジョマード水道へと向かわせた。これは、空母部隊が破れた場合でもこの部隊が、日本軍のポートモレスビー攻略部隊を阻止する。 こと期待してのものであった。この平和バウルから、日本軍第4航空隊の1式陸上攻撃機12機と、元山航空隊の96式陸上攻撃機20機が発進しており、第17.3人務軍はそれらによる攻撃を受けた。だが、この攻撃による大きな損害はなかった。ついで第17.3人務軍はオーストラリアから発進した。 アメリカの B-17 爆撃機による爆撃を受けた。5月8日にホバートとウォーケオブリスベンへ向かわせた後もしばらく空、レース少将は日本軍を迎撃できる場所に留まっていたが5月11日にウィットサンデーシマシドハーバーに帰島した。1942年8月から1944年の中頃までオーストラリアはガダルカナル島やニューギニア島 ニューブリテン島上陸作戦を支援した。1942年8月8日、クラッチレー提督座上のオーストラリアは、作戦協議のため、ルンガ白地を離れ、紙人への差でこの日の夜に起きた日本軍の攻撃を逃れたがこの戦いで、両艦キャンベラを失った。1950年代に取られたオーストラリア。1944年10月21日、オーストラリアは、 フィリピン近海で日本軍機の神風特攻の体当たりにより損傷した。オーストラリアのエミールで死ぬ艦長を含む30人が戦死し、10月25日にも再び体当たりを受けて修理のためニューヘブリディーズ諸島へと交代した。オーストラリアは1945年1月に復帰し、戦争終結までに6度体当たりを受けて86名の戦死者を出した。オーストラリアは 第二次世界戦後は練習艦となり、1954年8月31日に、除籍し、1955年3月26日に売却されて解体処分された。ありがとうございます。